皆さんこんにちは。今回の動画では Surface Duo 2の実際の使い方をデモンストレーションを交えてご紹介します。 Surface Duo 2のメニューはこのように左右にスクロールする形で選択をいただけます。今このメニューにはご自身のですね、よく使うアプリケーションを配置いただく形になりますけれども、下側からスワイプをするとインストールされているすべてのアプリケーションを確認いただくことも可能です。アプリケーションは左右にそれぞれ表示をいただけます。今左側にアウトルックを立ち上げました。右側にエッジを立ち上げました。このような形で異なるアプリケーションをそれぞれのディスプレイに表示をすることができます。アプリケーションを閉じる場合には下から簡単に軽くですねスワイプをいただくとアプリケーションが閉じます。表示するディスプレイを左右に変えていただくということも可能ですし、また一つのアプリケーションを2つのディスプレイに表示をするというようなことも可能になっています。画面を縦にして使っていただくこともできますので、デバイスを回転していただいてですね、そうすると自動的にディスプレイも縦に回転しますので、アプリケーションをこのような形で見ていただくことも可能です。代表的なアプリケーションを使って Surface Duo 2の操作をご紹介したいと思います。まず Teams 立ち上げてみたいと思います。 Teams 立ち上げていただくと、通常の PC の Teams と同じようにアクティビティ、チャット、チームの内容、予定表などを確認いただくことができます。例えばチャットですけれども、このように今一覧表示になっていますが、アプリケーションを2画面で使っていただくような形にすると、このアプリケーションのチャットの一覧ですね、左側に出てますけれども、チャットの内容を右側に表示するというようなことも可能になっています。今予定表を見ると会議の予定が入っていますので、会議に参加していきたいと思います。 PC の Teams と同じようにですね、参加の前にビデオのオフ、マイク、この状態の確認と、スピーカーの確認がありますので、この状態のまま参加していきたいと思います。で、今開催中の会議なので、相手方からですね、コンテンツの共有がされています。このように Teams に参加して一つの画面でですね、参加中のミーティングのですね、コンテンツを確認することができます。この状態で画面を縦にしていただいて、このような形でですね、デバイスを変形していただくと、集中してですね、オンラインミーティングに参加をいただく、このように机のように置いた状態で参加いただくというようなことも可能になっています。このミーティングですけれども、今一つの画面にアプリケーションが起動してミーティングに参加している状態になっています。もう一つのディスプレイが空いていますので、こちらを有効に活用していきたいなと思うんですけれども、例えばミーティングに参加しながらですね、何かメモを取りたいなというような時には、ワンノート立ち上げていただきます。新しいノートを作りますけれども、このように別のアプリケーションをですね、もう一つの画面に立ち上げることが可能になっています。で、今こちらにタイトルをつけて、本文をキーボードで入力するということもできますし、また Surface Duo 2自体はペンにも対応しておりますので、このまま Surface Slim Pen 2などを使っていただいて、ペンで書き込んでいただくということも可能になっています。ミーティングに参加しながらメモを取る、このような体験というのはこのデュアルスクリーンならではの体験になります。またこの Teams、 例えばチャットでですね、先ほどチャットありましたけれども、何か返信をする際、メッセージの入力タップいただくと、このようにキーボードが出てまいりますけれども、こちらも2画面うまく使うことができます。縦にしていただくと、上側にチャットの画面、下側にキーボードというような形になりますので、このようにデバイスを置いていただいてですね、実際にキーボードを叩いていただく、こういったことも可能になっています。これもデュアルスクリーンの新しい形かなというふうに思います。別のアプリケーションもご紹介をしていきたいと思います。
アウトルック、こちらもですね、よく業務等で使うアプリケーションかと思いますけれども、これも同じようにですね、クリックいただくとメールおよび予定表を確認いただく、このアプリケーションが揃っています。アウトロックというと ToDo がありますけれども、 ToDo は別のアプリケーションとして用意する形になっていますので、アウトロックとは別のアプリケーションでのご利用になります。このアウトロックも先ほどの Teams と同じようにですね、2つの画面両方を使っていただく形にしていただくと、左側にメールの一覧、右側にその内容を表示するというような形になっていますので、これも今までのモバイルデバイス、1画面のモバイルデバイスにはない利用の形かなというふうに考えています。もう少しこのデュアルスクリーンのですね、面白い使い方ご紹介していきたいと思います。もう一度メール立ち上げますけれども、このメールですね、実はメールの内容にこれからやらないといけない To Do の項目が書かれています。先ほどご紹介した通り、 ToDo のアプリケーションは別でご用意していますので、この今から私がやらないといけない内容ですね、こちらを ToDo に入れていきたいと思います。メールの方で、全てこちらのやらないといけない項目ですね、選択をして、このままドラッグ&ドロップをすると、今左側のメールには4つの項目が書かれていますけれども、このようにアプリケーション間を連携してですね、ドラッグ&ドロップでタスクに4つの項目が入りました。2つのアプリケーションが左右に開くというだけではなくてですね、このように OS を介してですね、アプリケーションの連携をすることもできますので、この辺もですね、モバイルデバイス、今までの1画面のモバイルデバイスにはない使い方になってまいります。それぞれ左右の画面にですね、アプリケーションを起動する際には、起動したいアプリケーションをそれぞれの画面にアイコンを持ってきていただいて、こうタップするとそれぞれの画面にアプリケーションが立ち上がってまいりますけれども、よく使うアプリケーションそれぞれ左右にいっぺんに立ち上げたいなというような場合にはですね、グループを設定していただくことも可能です。例えば Teams、 こちらと Outlook ですね、これを同時に起動したいなというときには、一つのアプリケーションからグループを作成するというのを選択いただいて、もう片方のアプリケーションを選択、この後グループの名前ですね、例えばコラボレーションと名前つけますけれども、今左側に Teams、 右側に Outlook が立ち上がる形になりますので、このまま OK と押していただくと新たなアイコンが出てまいります。でこのグループで作成したアイコンをクリックいただくと、ワンクリックですですね、今指定した左側に Teams、 右側に Outlook というような形で立ち上げることができますので、よく使うアプリケーションをまとめてですね、グループ化していただくというようなこともできるデバイスになります。今回の動画では業務等でよく使っていただく Microsoft Teams および Microsoft Outlook を使った Surface Duo 2の操作、ご紹介をさせていただきました。デュアルスクリーンということで、今までのシングルスクリーンのモバイルデバイスにはない新たな使い方、ご紹介できたかと思います。またペンでの入力などにも対応しておりますので、モバイルデバイスを使った業務、作業、こういったところに新しい体験をしていただくことが可能です。 Microsoft Surface Duo 2を含んだですね、新しい情報および技術情報などは法人向けの Surface 製品ページでご紹介していますし、また Surface のブログ等でも発信をしております。ぜひ引き続きご確認いただければと思います。以上で今回の動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。